画家の部屋の寺本です。お願いします。今回なんですけども、今回は、フラワーマーケットモチーフの作品を描いていきます。で、今これ下絵の段階なんですけども、もう色ある程度、下絵で配置が決まったら大まかな色を早速置いていきます。で、今回のモチーフは、いろんな色があるモチーフですので、最初に大体、大まかな色の配置、花の色であったり、葉っぱの色であったり、建物の色であったり、そういったものを入れていきます。皆さんも、花とかがある華やかな風景を描かれるときに、どこからこう色を塗っていったらいいのか、結構迷われる方がおられると思うんですけれども、まず自分の場合は、とりあえず全体的にまず簡単な色を配置していきます。もうこの段階で今映像を見ていただいていると思うんですけれども、もう形がだいたいこれで、テントの場所であったり花の場所で、まあ、置かれている花の中でも、まあ、黄色の花があったりオレンジの花があったり、いろいろそこでも色が複雑化しているんですけれども、最初の段階でこういう風にベースになるものを色分けしてあげると、後々すごく描きやすく、なってくるので、僕の場合はそういう風にしています。色分けができたら、色分けしたところに今度は、影を入れていきます。今、葉っぱとか草の影を入れていってるんですけれども、そうすることでだんだん、形がしっかりそれぞれの色分けした部分に立体感が増していきます。今紫の花に影を入れていますけれども、そういう風にしていってあげると比較的描きやすいと。どんどん、今もう影を足していってます。さらに影の中でもさらに濃い影ですね、置かれている鉢植えの影であったり、人物の影であったり、建物の影っていうものを入れていきます。で、以前からお話ししている通り、一箇所に風景を描く場合は一箇所に固執して描くんではなくて、その捉えている風景を全体を見ながら色を入れていく、全体を少しずつ仕上げながら画面調整していくっていうやり方が比較的やりやすいと思いますので、僕もそういう風にしています。ここで画面が切り替わりましたけれども、ここまで来るとある程度、風景の中の対象物が全て、ある程度形がはっきり出てきてますので、ここからはそれぞれの対象物に細かくハイライトを入れてあげたり、さらに細かな影を入れてあげたり、少しずつこうそれぞれの対象物に対して手を加えていきます。テントの波打っている部分の細かな影を今入れてるところですね。で、半乾きというか、油絵の具っていうのはそもそもがちょっと乾きが遅いので、
ちょっと濃いめの色を入れて失敗してしまったなと思っても、そこから伸ばしてあげればしっかり画面上で色が馴染みますので、慌てることなく自由にまずは色を入れていただけたらなと思います。ここでハイライトですね。ハイライトを入れてあげます。奥にいる人物の光が当たっている肩あたりですね、そこにハイライトを入れてあげます。細かな建物の側面に映っているハイライトの部分、光が当たっている部分に、少しずつ調節しながら光を入れていきます。で、手前に置かれている花の束たちにも光を入れていきます。ある程度日向の部分に色が入りましたら、次はさらに今度は影の色を入れていきます。ハイライト入れて影入れてっていう風に基本こう交互で僕の場合は色を置いていきます。そうすることで全体こう仕上がりがイメージしやすいので、僕の場合はそういう風にしています。で、今影を入れることで手前の草と奥の葉っぱの部分がすごくこう距離感がしっかり出てきたりするので、そういう風に調節しながら色を入れていきます。さらに奥の人物のシルエットの中でもさらに濃いところ、影にも細かな明暗がありますので、影の中で違いを入れてあげるっていう感じですね。ここでちょっと手前の人が邪魔かなと思ったのでちょっと消しちゃいました。はい、で、まあそうこうしてる間にも終わりに近づいてきました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。まあ今後とも楽しんでいただけるような絵を一つでも多く描けるように努めますので、何卒よろしくお願いいたします。今回の動画いかがだったでしょうか。まあ今回の動画はモチーフになったのがフラワーマーケットですね。海外のこういった今のご時世、コロナでなかなか出れない、世界中がそういった中でコロナの前の自由に皆さんが何の気なしに行くような世界に戻ることを、まあ、願って描いた作品になります。まあ、そんな感じで、それではまた、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい。